別に見に来たっていうわけじゃ。そう、たまたま通りがかっただけです。うん、先輩ったら最高っていうか、ほどほどに良かったって感じです。ニコ先輩、無事に終わって良かったですね。間違ってるわよ。ほどほどじゃなくて、宇宙一可愛いニコニーだけの最高のソロライブだったニコ。そうですか。カスミンだったらもっと可愛いパフォーマンスになったのにな。ありえないんですけど、ニコニーの方が可愛いんだから、カスミンより可愛いパフォーマンスできてるに決まってるでしょ。黙ってないで、あんたも何か言いなさいよ。ニコニーとカスミ、どっちの方が可愛いと思ってんのよ。先輩、カスミンのこと選んでくれますよね。ね、絶対ニコニーを選ぶに決まってるでしょ。適当に選ぶのやめてくれない？圧倒的にニコニーが可愛いに決まってるでしょ。違います。先輩はカスミンが圧倒的に可愛いと思ってるけど、ニコ先輩に気を使って言葉を濁してるんですよ。なわけないでしょ。ソロライブを見てて思ったんですけど、ソロ曲の中でこうやって腕をぐるっと回す振りがあったじゃないですか。それがどうしたのよ。ニコ先輩のパフォーマンスはちょっと体操っぽいっていうか、もっと可愛くすることができたと思うんですよね。そんなことないし、ニコニーの可愛さがちゃんと出てたもの。カスミなんてニコニーのパフォーマンスを真似できないんじゃない？ニコ先輩の方がダンスはちょびっと上手いかもしれないですけど、でもでもカスミンだったらもっとみんなを魅了できたと思うんです。それにニコ先輩、1曲目のウィンク両目閉じてたじゃないですか。キー、なんでそこまで見てるのよ。たまたま失敗しちゃっただけでしょ。は？ニコ先輩のこと好きだなんて一言も言ってません。ニコ先輩がカスミンと比べて見劣りするから目につくって言ってるんです。見劣りするですって？そんなのこっちが言うセリフなんだから。大体ね、ニコニーが宇宙ナンバーワンであることなんか、ずっとずっとずーっと昔から決まってることなんだから。ええー、
ニコ先輩ってずっと昔に生まれた人だったんですか？キー！歳の話なんかしてないわよ！だって先輩、カスミンの方がもっと素敵なライブができると思いませんか？もういいわ。あんたは後ろに下がってなさい。かすみ、あなたに決闘を申し込むわ。決闘ですか？来月、このステージでライブ対決をするわよ。ニコニーのライブが宇宙の誰よりもキュートなライブだって分からせてあげるニコ。いいですよ、その勝負乗ってやります。私だってもう後には引けません。ニコ先輩に負けないパフォーマンスをしてみせます。そうでしょ？絶対ニコニーのソロライブを応援しなさいよね。ジョイントライブじゃないし、ライブ対決だし。次のライブでカスミをギャフンと言わせてみせるんだから。だったら何だって言うの？言われてみると。でもかすみとのライブ対決はやるわ。それに歌もダンスももっと上を目指していきたいの。そうすればかすみだってニコニーにはかなわないってことがわかると思うし、かすみにもニッコニッコにさせてやるんだから。あなたのおかげでニコのソロライブは最高のものになったと思ってるから、これからもちゃんとニコのことサポートしてよね。ニコ先輩のところに行くんですか？行きませんよ。ニコ先輩はカスミンのライバルなんですから。ライブ対決はカスミンが絶対勝ってみせます。ニコ先輩に伝えておいてください。本当の可愛いはニコ先輩じゃなくてカスミンのためにあるんです。先輩ったらニコ先輩のことばっかりなんだから。本当の可愛いはカスミのためにあるですって？ふん、面白いことを言うじゃない。本当の本当の可愛いはニコのためにあるってことをライブ対決で分からせてあげるんだから。
によ。そりゃ宇宙ナンバーワンアイドルのニコニーに挑戦してくるのはいい度胸だなって思うけど、でも挑戦するのってすごく大変なのよ。そうよ、きっと勝てるはずって自分のことを強く信じてないと挑戦なんてできないでしょ。もしかしたら本当は勝てるかどうか不安に思ってるかもしれないけど、それを見せないかすみの姿勢はスクールアイドルとして認めてあげないこともないわね。せっかくのニコニーとのライブ対決なんだから、頑張らないなんて選択肢はありえないわよ。でも思いっきり頑張ればかすみも得られるものがいっぱいあるはずよ。まあかすみが何度挑戦してきてもニコニーには全然かなわないと思うけど、ニコもかすみも本気でスクールアイドルやってるんだもの。お互いを知るためにはパフォーマンスするしかないのよ。勝負は正々堂々とドーンとかかってきなさいってところね。うん、やめなさいよ。そんなに本当のことを言ったら恥ずかしくなるでしょ。さあライブ対決に向けて今日も張り切って練習するわよ。パフォーマンス動画撮っておいてくれた？最終チェックしたいんだけど。ありがとう。たくさんの人に最高のニコニーを見せてあげたいから自分でも確認しておきたいの。そして明日のライブでニコの可愛さをかすみに思い知らせてあげるのよ。ニコの可愛らしさを思い知らせてやるニコ。先輩、油断しないでくださいね。みんなの笑顔が見たくてずっと頑張ってきたの。ニコの気持ち受け取ってくれますか？ありがとう。今日は一緒に盛り上がりましょう。皆さんご一緒に、ニッコニッコニー。皆さん、今日はかすみんのために集まってくれて本当に嬉しいです。かすみんと幸せいっぱいの時間を過ごしてくださいね。
でしょ。ライブ対決は完全にニコの勝利に行こう。はあ、圧倒的でした。圧倒的なカスミンの可愛さでした。何言ってんのよ。拍手の多さとみんなの笑顔を見ればどっちが勝ったか一目瞭然でしょう。うぅ、そんなことないです。ちょびっとだけ、1ミリくらいだけニコ先輩の方が盛り上がってた気もしなくもないですけど、でもそれはニコ先輩が年長者だからです。はぁ、あ、往生際が悪いわね。今回だけは花を持たせてあげてもいいですよ。あんなヘンテコな振り付けはニコ先輩じゃないとできませんもん。なんですって。どっちが優れたパフォーマンスだったかあなたに決めてもらうわ。そういうことを聞いてるんじゃないんだけど。でもあなたのそういうブレないところ嫌いじゃないわ。まったく、ライブ対決のはずが調子狂っちゃうわね。そうですよ。何かって、何？これってもしかして…アンコール。仕方ないわね。アンコールでは二人の歌を響かせてあげるわね、かすみ。もちろんです。ジョイントライブなんて興味なかったけど、あなたのおかげで最高のライブができたわ。あなたがそばでサポートしてくれるとニコの魅力がさらに開花していくみたい。だからこれからもそばにいなさいよね。わかった？